三一は本来神的存在のはずなんですけどね。そんなこともなかったです。いやいや、僕本当は壁作ってたんですよ、すごい。すんごい壁作ってたんですけど、こっちっす。それじゃ嫌だって。いや、めっちゃあるか、全くなしなんですよ。なんか、悪い癖なんですよ、まず。被害妄想？そう。あの、いいことを褒めてんのに、褒めてんのに、お前バカにしてんな、みたいな。今日とか、メニュー違ったんですよ、正直。そしたら、やっぱ有原選手みたいなスペシャルな人は。いや、そんな言ってない。はい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 、持った。緊張しました。なんかキャンプで部屋に呼ばれまして手紙を渡されまして、まあ読んでくれっていう感じになりまして、手紙書いてあった書いてました。頼んだぞ。もうだいぶ早かったんですよね。キャンプでしょ。だいぶキャンプの中盤ぐらいで言われました。早いって言われました。勝利。これ難しいな。思い出。いやめっちゃ緊張したっすね。なんで敬語なんすか。なんで敬語なんすか。確かに。そんなに5回2失点ぐらいで、まあ中継ぎの方に頑張っていただいてみたいな。最初とかなんか5回投げるので精一杯だったんで、まあ中継ぎの方たちが頑張ってくれなかったらもう3勝もできてなかった。決まったルーティーン。ルーティーンはないっすね。ないっすか。ない。ないでしょ。何食べるとかないっすか。何食べるない。僕はまあ、ぼちぼちあります、ね。僕は、あれです。うどんです。うどんかそば。関東風です。関東風うどん、ね。関東できる。関東できるよね。っていうのを食堂の人に毎回言います。関東できる関東とお願いします。っていうと苦笑いされます。この前新人で伝わってなかったです。食堂の人変わってえみたいな顔しますよ。何言ってんのこれ。面白かったけど。ないっすかルーティン。じゃあブルペンで何球投げる。何球投げる。ないね。数えてないけど全然投げてない。20球ぐらいだ。20球投げてないから。なんかあるかな。ロジンないっすか。どんなやつ。ロンパンみたいな。ちゃんとこうこうやって。いや、水野のマークが水野のマークの下がベンチの方向を向いてちょっと斜めみたいな。毎回やるの。毎回そんなんない。場所だけ。なんか左ピッチャーがこっちにやったらちょっと、まあ、均衡してまして、1対1とか0-0とか均衡してたりとか、2対1とかで負けたりとか、なんかそろそろちょっと逆転してほしいなって時は裏返しです。すごいね。やろう来年から。っていう裏返し結構逆転する。いや、そういうわけじゃないですけど、気持ち的に何か変えるって、気持ち的になんか変わってくれるかなみたいな感じです。参考になるね。ただの自己満みたいな感じです。なんか来た。問題のね。問題でもないです。これは問題だよ、これは。